僕の名前は山本大使。はい、はい、そうですか。わかりました。はあ、またダメだったか。これは僕が大学2年生の夏に体験した出来事だ。当時はどのバイトに応募してもうまくいかず、結果は全て撃沈。なんかいいバイトないかな。ん？食費もギリギリまで切り詰め、カップ麺生活にもすっかり嫌気がさしていた。旅館のバイトか。短期の住み込みで食事付き。これならうまいものもたくさん食えそうだ。手作りの食事に飢えていた僕にとっては願ってもない仕事だ。今度こそ採用されますように、そう祈りながら電話をかける。ありがとうございます。如月旅館です。あ、すみません、求人誌を見たんですが、バイトはまだ募集してるでしょうか。少々お待ちください。はい。あ、電話の向こうからはかすかに男性の声が聞こえる。宿の主人だろうか。お電話変わりました。バイトですか。はい。人手がなくて困ってたんですよ。できれば明日からお願いできますか。え、はい。それは助かります。それでお名前は。山本です。山本くんね、待ってるよ、早くいらっしゃい。今までいくつものバイトで不採用だったのに、やったー。こんなにいいバイトがあっさり決まるなんて、僕はついてる。僕はいつも大事な電話の要件は忘れないように必ず録音するようにしている。必要なものは着替えと保険証と、現地までの電車も確認したし、準備は完璧だ。無事にバイトが決まってすごく嬉しいはずだったが、人気の観光地みたいだし、お金をもらいながら旅行気分が味わえるなんて最高だ。でも何かがおかしい。言葉では言い表せない違和感がある。そして僕はその違和感の正体に気づく。何かおかしいと思ったら、せっかくバイトが決まったのに全然嬉しくない。もっと喜んでもいいはずなのに。嬉しいどころかどんどん気持ちが沈んでいく。翌朝は激しい頭痛で目覚めた。風邪でもひいたか。今日からバイトだってのに、参ったな。強烈なめまいと吐き気まで襲ってくる。その時旅館の主人らしき男性から電話があった。おはようございます、如月旅館の者ですが、山本くんでしょうか。はい、今出かけようと思って準備していたところです。もしかして体調が悪いんですか。失礼ですが声が。ああ、すみません、寝起きなので。無理しないでくださいね。こちらに着いたらまずは温泉でもどうぞ。初日はゆっくりしてください。いえ、あ、大丈夫です。でもありがとうございます。こんなに親切にしてもらえるなんて本当にありがたい。しんどいけど休むのは申し訳ないな。僕は重い体を引きずって駅へ急いだ。なんだよ、雨か。え、嘘だろ、これが僕の手。カサカサにひび割れて変色し、まるで老人のようだ。おかしい、何かがおかしい。体調が悪くて幻覚でも見てるんだろうか。早く旅館へ。体が思うように動かない。まとわりつくような痛みが全身を這い回る。駅のホームで何度意識を失いかけただろう。やっと来た、あの電車に乗れば。向こうに着いたらまず病院に行こう。今にも倒れそうになりながら、やっとの思いで乗降口までたどり着いた。その時、なんだ。鬼のような形相をした老婆が電車から飛び出してきた。やめろ、やめてくれ、電車に乗らなきゃ。なぜじゃ、なぜ行く。おばあちゃん離れて、一体どうしたの。ああ、電車が。お主は引かれておる、枯れておるぞ。危ないところじゃった。はあ、何言ってんだよこのばあさん。次の電車まではかなり時間がある。僕は仕方なく一旦家へ帰った。初日から欠勤なんて最悪だ。体調も優れないし、やっぱり断ろう。重い気持ちで旅館へ電話をかけると、意外な声が返ってきた。この電話番号は現在使われておりません。え、そんなはずは。朝はちゃんと通じたのに。何度リダイヤルしても結果は同じ。何が何だかわからない。そうだ、録音。なんだよこれ。記録しておいた音声を聞き返して背筋が凍った。電話に出たのは若い女性だったのに、低い男性の声に変わってる。あ、すみません、求人誌を見たんですが、バイトはまだ募集してるでしょうか。少々お待ちください。はい。雑音の中でかすかに誰かの声がする。ボリュームを大きくして聞き直してみると、熱い、助けて。ああ、山本君ね、待ってるよ、
早くいらっしゃい。全身に冷え汗が流れ、まるで金縛りにあったように体が動かない。立ちすくんでいると次の録音が流れ始める。今朝かかってきた電話だ。いやだ、やめてくれ、やめてくれよ。その音声を聞いて僕は恐怖のあまり頭がパニックになる。死ね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 。今出かけようと思って準備していたところです。死ね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 。すみません、寝起きなので。死ね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 。いや大丈夫です、でもありがとうございます。朝は確かに旅館の人と話したはずだ。それなのにどうして。なんだよこれ、どうなってんだよ。夢でも見てるのか。いや夢のはずがない、間違いなくあの旅館はバイトを募集していた。恐る恐る求人誌のページを開いて僕は凍りついた。どうして。旅館が全焼して30名が死亡。そこに載っていたのは求人情報などではなく、数十年前に起こった火事の記事だった。僕は声も出せず、ただ呆然とするしかない。その時、もう僕に電話に出る勇気はなかった。